数のテストを返してもらい、トシ君がお家に帰ってきました。ただいまー。あ、トシ君、おかえり。お算数のテスト返してもろた？おう、返してもろたよ。じゃあ、見せて。はい。すごい、100点。よう頑張ったね、えらいわ。お母さん嬉しいわ。また次も100点取ってよ。うん、そうか、100点取ったらええんだな。うん、あ、わかった。何日か経って、またトシ君はテストを返してもらいました。ただいまー。あ、トシ君、おかえり。算数のテスト返してもらった？うん、返してもらったよ。じゃあ見せて。はーい。80点。どこ間違えたあんた。あかんよ、こんなとこ間違えたら。教えてあげたとこやんかいさ。あかんやん。次は100点取ってよ。はい、わかった。ごめんなさい。次の算数のテストを返してもらいました。その帰り道です。なあ、90点だ。0です。で、こういうタイプの子は運動会で赤組になると、赤組が負けたら全部責任を背負って泣き出します。赤組負けたーとなる。たかが組やねん、違うんですね。で、こうなりやすいんです。例えば40人のクラスです。 B 君がみんなの前で叱られてます。そうすると自分は A 君です。自分が叱られたわけじゃないのに自分も一緒に叱られたつもりになってしまう。でなかなか難しいんです、対応が。特に今の点数の時、気をつけなくちゃいけないのは何かというと、100点がいいことだという褒め方をするとまずいわけです。じゃあ、どうしたらいいんだろうかということですね。それでは、良い関わり方を見てみましょう。トシ君が算数のテストをもらって帰ってきました。ただいまー。トシ君、おかえり。ただいまー。算数のテスト返してもらった？うん、返してもらったよ。じゃあ見せて。あ、80点か。うん、頑張ったな。うん、分からへん時もちゃんと先生に聞きに行ったりして、よう頑張ってたもんね。諦めへんかったことが偉い偉い偉い。よう頑張ったよ。そうか、先生に分からへん時に聞いたし、諦めなかったし、俺ってすごいやん。ああ、オッケー、お母さん。これお父さんお母さんだけじゃなくて他でもそうなんですけども、やはり一生懸命頑張ったことが実はいいことだ。世の中にはその時の状況で90になること、80になることもある。いつも一番とは限らない。例えば並ぶ時でも一番じゃなくちゃ気に入らない子がいます。トランプのゲームをしても一番じゃなくと泣き出す子がいます。そうすると家の中でゲームをした時は常にその子に勝たせようとします。で、これをやってるとやっぱり今のようなことが起こってきます。世の中厳しいで、2番も3番もあるねんでということを小さい時からやっぱり分かる子供にしていかなくちゃいけないと思います。だから少々泣こうが
世の中はそういうもんやでということを分からせるということがどうしても必要です。一人っ子の場合要注意です。常にその子が王様で、常に家の中で一番で、でそうするとその上にアスペルガー高機能が合併していたとすると、もっとそれが強く出てしまいます。ですからやはり頑張ること、努力することに意味があるという教え方を家ではして、点数にこだわらない、そこがすごく大切なところだと思います。点数を言った途端に全て点数で判断する子になります。以上、今、13ポイント挙げてて、これ実は全部で50、60ぐらいあるんですが、年度によって少しずつ変えたり同じものを入れたりしながらやってます。今度これの続きの部分が痛み有明ロータリークラブ主催で、痛みで4月24日にやります。でその後にまたちょっといくつかやろうと思っております。それじゃあちょっと今出演した小中学校の先生方に全員ちょっと前に出てきていただこうと思います。すいませんが全員ちょっと前に出てきていただけませんでしょうか。申し上げておきますが、皆さん本当は全部いい先生なんです。中には怒鳴りまくってあった人いますけども、それはもうセリフの上で仕方がないということで、そういうことをしていただきました。で今日いらっしゃってる、ここに来てらっしゃる先生は実は遠くから来てる方もいます。一番遠いのは鳥取です。ちょっと手を挙げてください。鳥取の先生なんですけども、兵庫教育大学に来られていて、半年研修が終わって実は10月に鳥取に戻ったんですけど、今日のためにわざわざ出てきてもらいました。あと滋賀、それから、滋賀の先生手を挙げてください、はい、京都府、はい、大阪なんですか。大阪が実はいないんですね。で兵庫県そうですね、はい、どこか抜けてるとかありましたかね。それだけで大体ですね、今年はね、はい。でこういう先生方が実は火曜日に私のところに通ってこられて、そして半年から1年間特別支援教育の今特訓を受けている方々です。でそれを毎年やってまして、今回はこの方々にその寸劇のためにこう出ていただいたということであります。もう一度皆さんの拍手をまたよろしくお願いします。どうもありがとうございました。これをやりたかったらしいです。これをどうもやりたかったです。